人生はどうなるか誰にもわかりません。だからこそ面白いとも言えますが、悪い方に転んだとしても良くするのは自分次第です。今回の動画では人生が変わったというスレ主が立てたスレを3つ紹介します。まずは2018年11月に建てられたこちらのスレをご覧ください。景気を上構成したのと空き巣だが、空き巣に狙われない方法を教える。この時期空き巣増えるからな。年末にかけて空き巣は増えると言いますからね。とても参考になりそうなスレです。早速スレ主が対策を書いていきます。旅行に行くときに新聞は必ず止める。不用意なカーテンは空き巣の死角になるのでやめる。凹む付きオートロック20冊子のマンションだけど難易度10段階でどれくらい？マンションの階数によるけど最近のマンションは監視カメラ多いから行かないと思う。やはり監視カメラの力は絶大なようです。お風呂の窓枠に格子があるからといって開けっぱなしにしないこと。家を出るときはどこかの電気をつけておいてメーターを不在時と同じようにしないこと。家の電話は留守番電話にしないこと。できれば携帯転送サービスを利用すること。見るからに留守でも明かりがついていたら狙わない。夜外出するとき、明かりつけたままでかけるのよね。リビングとかの明かりは4、6時中だとおかしいよね。例えばリビング以外の電気とかだね。俺なら階段の電気をチェックする。夜中に階段の電気がついてる家は在宅率多いから。なるほど。夕方夜にかけて5時間ほど家を開けることがしばしばあるんだけど、リビングだけをつけっぱなしにしておくのは逆効果か。基本的には23時くらいまでは明かりがついててもわからない。ついてたらもしかして？ってなってポストやドアトブに小さい紙挟んだりして長期不在を確認してたかな。車が出払っているのは不在の判断基準としてはどの程度？車の有無はあまり気にしてない。昼間の活動が多かったからね。ただ、この時期は旅行多いから夜だね。小技を使って不在を確認するなど、やはり前もって準備して犯行に及んでいたようです。偽物で構わないから監視カメラを設置すること。大きなお金は家庭に保管せず銀行に預けること。次に通帳とかの隠し場所。お前か。2年間景気を追え今は働きながら少しずつ返金しております。ごめんなさい。ここで元空き巣のスレ主による貴重品の隠し場所ランキングが発表されました。発表された場所は空き巣にも狙われやすいところなので注意しましょう。通帳とかの隠し場所ランキング。1位タンスや収納ボックス。2位冷蔵庫。3位テーブルの下。4位ソファーの隙間。5位は意外にもお風呂。万全に対策しても帰宅を待つやつもいると TV でやっていた。外国人の空き巣は強盗に近いからね。通帳とか大事なものって金庫に入れない？金庫って出し入れあまりしないからよく使う通帳とか現金は金庫に入ってることは少ないかな。空き巣は10万盗めれば御の字だから。お前の空き巣という職業？に対する姿勢が真面目ではろた。ミニマリストだから対策もクソもない。どうやって捕まったのかも教えてよ。空き巣を得て玄関から普通に出たら、その家の子供の帰宅とバッティングしたんだけど、子供が驚いて道路に飛び出して車に轢かれそうになったからかばって俺が轢かれた。足を骨折して逃げたんだけど運転手が救急車を呼んで逃げ切れず一緒に来た警察に逮捕された。かっけえ。よくはないぞ。不良が猫助ける理論だぞ。かっこよくない。罪のない人を俺のせいで怪我させるのはポリシーに反してる。いろいろと根が真面目すぎてわろた。なんで空き巣業なんて始めたのよ。最初は訪問営業やってた。営業やってると不在とかわかってくるんだよね。たまたま庭先の窓が空いてて、あれ？この時間不在じゃない？って思って入ったのが始まり、会社止めて空き巣に専念した。あの時は簡単にお金を稼げるから仕事するとがバカらしくなってた。通帳、現金、金品以外に何取る？通帳は取らない。現金と時計、ネックレス、ノートパソコンくらい。風呂にどうやって通帳とかを隠すの？ビニール袋に入れて浴槽とか多い。あとは脱衣所のタオルの下とか。玄関も何気に多いね。空の靴箱の中とか。ひえ、犯罪者。オートロックの有無は重要な判断材料？オートロックはあまり関係ない。監視カメラと周囲に人が多いかどうか。オートロックなんてどうにでもなるから。外側からセンサー反応しない自動ドアなら同時に入るか。自動ドアの隙間から紙を入れれば内側のセンサーに反応して開くからね。鍵かかってると入るのやめる？俺は玄関鍵のピッキングの技術なかったからね。窓鍵専門だったから。一度逮捕されたスレ主ですが、現在はどんな仕事をしているのでしょう？今はあまり仕事内容は言えないけど、空き巣の知識を活かして防犯の仕事してる。やっぱり楽をして他人が一生懸命稼いだ財産を横取りするのは最低の行為だと思う。自分によってそう。気持ち悪い。いや、もし空き巣をやっている人間、やろうとしている人間がこれを見てくれてればと思う。空き巣はハイリスクハイリターンって言われてるけど、空き巣やる側はローリスクハイリターンって考えてる。だけど本当はハイリスクローリターンなんだって伝えたいのもある。空き巣入られたせいで苦しくなって自殺とかした人もいるかもしれないのに。更生したきっかけはそれもある。ある人に、怖くて普通の生活が送れなくなったと言われて、知らないうちに傷つけていたんだってショックを受けた。一番更生したきっかけは、助けた子供の家族に感謝の手紙をもらったから。空き巣とはいえ、子供を助けていただき本当にありがとうございましたって。
もともとの根元は俺のせいなんだけど、その家族は被害届を取り下げたみたい。胸がジーンとして、こんなバカなことは止めようと心に誓った。でも刑期はあったんだ。余罪追及されて、しっかり罪を償って更生しようって決めたから。入った家と取った金額や物もメモしてたから、今は少しずつだけど返してる。真面目体質なら普通に働いた方がリスク少なくて済む。過去に犯罪を犯してしまったスレッシュでしたが、今はしっかりと更生しているようですね。さて、次に紹介するスレは2014年12月に建てられたこちらのスレです。ニートからホームレスになって1ヶ月だった。コンクリートって冷たいのな。どうやって食べてるの？一応家がないだけで日雇いの仕事はしてるからそれで食ってる。最初は万引きでもするかって考えてたけど、いざコンビニ行くと俺にそんな勇気はなかった。寝カフェ行きなよ、寒いだろう外は。飯と携帯代稼ぐので精一杯だから寝カフェ行く金なんてないんだ。もともとニートだから働く時間も増やしたくないし、甘えと言われればそれまでだけど。あーでも雪降ってきたらどうしよう。どうやって書き込んでるの？日雇いで携帯代稼いで携帯から書き込んでるよ。充電はマクドとラウアンでできるし、万が一携帯代払えなくなってもセブンの Wi-Fi とか使えば書き込めると思う。今どこの Wi-Fi 使ってる？今はまだ 4G 回線使えてるから Wi-Fi は使ってない。規制怖いから動画落としたりするときはマクドとかラウアンとかセブンの Wi-Fi 使ってるけど。生活保護は？あれって家族が支援しませんって言わないと受けられないんだろ？俺の親父、俺には支援しないって言ってるけど、いざ行政側の人間に確認されたら見え張って支援しますって言うと思う。もちろん実際はしないけど、安い賃貸を借りても収入の期間が長くないと正法理ない。そうなんだ。じゃあ日雇いやってるうちは無理ってことか。年齢は21だよ。スレ主と同じような境遇だったスレ民がアドバイスを送っていました。元ホームレスだったけど今は脱出したわ。とりあえずルームシェアかハウスシェアするのおすすめ。先輩オフスオフス。ハロワを行ってどこか仕事つけたらそうしようかな。いくらルームシェアとはいえ収入ないと厳しそうだしな。ルームシェアなんて簡単にできるぞ。携帯生きてるなら出会い中すれば意外とあっさり止めてくれる。女ならともかく男でも通用するのか？知らん人と共同で住むのちょっと怖い気もするが、ホームレスよりマシか。ファミレスでコーヒー1杯頼んで長時間入れるが、寝てたら起こされるだろうね。某所のマクドは顔寝してるおっさんらいっぱいいるけどな。いや、寝袋だけでは寒いからテントを買うんだよ。テントの中で寝袋だよ。こじきだと思われないように釣り客などを装いつつ、何度も場所移動しながらの日雇いテント生活。なかなかおつなものだな。そういや河川敷とかで釣りするでもないのにテント張ってる人何回か見かけたな。やる気出てきた。とりあえずテントと寝袋代貯めてみるわ。サンキュー。俺も1週間ホームレス生活してたが、なんとか家を借りられて脱出できたよ。無職所持金5万の状態での物件探しは厳しすぎた。田舎の方？初めの月の家賃は前払いのとこ多いって聞くけど大丈夫だったん？というか質問ある？くらいの気持ちですれ立てたのにアドバイスと隠れて優しいなお前ら。大阪だよ。前賃はギリギリ払えたよ。無職でも貸してくれるとこ一応あるんだな。テントと寝袋の次は前賃貯めようかな。不動産業者に架空の企業から内定をいただいたという書類を作成してもらい、保証会社の審査は通過した。連帯保証人は不動産業者の担当者にしてもらったよ。そんなこともできるのか。でもそれって多分金かかるんでしょ？21歳か、ならやる気さえ起こせば住み込みで働くことができるな。昔みたいに景気が良いわけじゃないから、ワンルームを借り上げてくれるとこなんかないだろうけど、求人広告の高額収入の欄に、地方の工場で相部屋の住み込みで働けば、それなりに金も貯まるし、そこを辞めた後に、失業手当をもらいながらにまたニートみたいな生活が送れるぞ。初歩的な話ですまんが、求人広告って何の？ダウンワークとか？できることならホームレスだけじゃなくてニートも脱出したいと思ってるんだけど。求人広告ってダウンワークとなフロムAとかだよ。1はどこ住み？もしかして東北地方？都内だよ。ダウンワークって水曜発行だっけ？明日取ってくるかな。スレを立てたおかげでスレ主にとって有益な情報が続々と入ってきていますね。アウトドア SHOP でテントや寝袋買うと高いんだよな。通販で買うにも届け先の住所ねえし。感動される前にテントや寝袋だけ用意しておけばよかったのにな。止めてもらうのは難しいが、荷物の受け取りくらいなら知り合いにお願いできるかもしれん。それはナイスだ。金に余裕ある時は銭湯行くこともあるが、基本的に2、4日に1回下船のトイレとかでシャンプー歯磨き、あと濡らしたタオルで身体拭いたり走ってるよ。夏どうするかはまだ考えてない。俺は17歳で家出して上京したけど、あの頃は楽しかったが無知すぎた。景気は今よりも全然良かったけど、にちゃんとか情報収集できるものがなかった。携帯も PHS も持ってなかったが、それが普通だったから、何するのも直談判。上京した時貯金とかあったの？17歳で上京とか俺なら餓死一直線だわ。上京した時は手持ち20万だった。そのうち10万は1週間で知った、主にゲームセンターで笑い。その後、飛び込みで板前さんになってた。ってことは実質10万か。やっぱ何するにも金は必要だよな。飯多少我慢してでも金貯めるかな。数ヶ月後、1話2ちゃんのVIPで仲間を集めるスレを立てるとか、そういう流れになってそうだ。
隅田川の河川敷のテント民仲間を。さすがに人数集まると撤去されるんじゃね？とかマジレスしてみる。まるでサバイバルだぜ。まだ1ヶ月だからなんだろうけど、マジでサバイバル気分で楽しい。一日中横になってたニート時代より数倍マシ。寒いけど。てかその年でなんでホームレスになるんだ。頼れる友人がいないんだよ。2年くらい前に上京してきたんだが、同級生のほとんどは地元か東北とか九州とか。もともと友人が少なかったのもあって、関東に住んでる知り合いは1人だけ。ちなみにそいつに泊めてくれって言ったら、俺は可愛い女の子しか泊めないって断られた。安いシェアハウスとか探しなよ、とマジレス。うん、とりあえずはシェアハウス目指して貯金するよ。あと仕事探し。人が生きること、ライフと、人が生存すること、サバイブは、意味が違うが、このご時世みんなライフを見失って世話しなくサバイブしてるが、若い体は断然有利だ。体は現物資本で、子供は風の子だしな、案外、楽しいだろう。例からの出発ってのは。楽しいよ、今はね。ただやっぱり普通の生活に戻れるのって若い今のうちだけなんだろうから、少し焦りもあるよ。贅沢したいのか？とりあえずやり直したい基盤作りたいなら話に乗るよ。いきなり成り上がろうとか考えてるやつならいらんけど、日雇い会社はブラックとか甘い考えがあるなら、寝よ。学歴もあれだし、成り上がるなんて無理だろうくらいには思ってるよ。少なくとも死にたくはないし、ブラックでも何でもやってやるって気持ちはあるが、精神病院ででも普通の生活に戻るのとホームレスやるのどっちがいいかって聞かれると悩むかも。どっちにしろホームレスなん長く続けてや、どこか頭おかしくなるのは周り見てると間違いないないと思うし、前者の方がいいか。日本国民は憲法で衣食住が保障されてるのに、なんでホームレスになる人がいるの？ホームレスでググった程度の知識だけど、ホームレス側がその保障を拒むんだと。生活保護は受けたくない。仕事を探すための支援も受けたくない。理由は変な思い込みとか、あとは日本国憲法で衣食住を保障してもらえる権利について回る義務を嫌ったりとか。最底辺の行為には至っていないようです。ここでスレミンからある面白い提案がありました。ホームレス生活を毎日ウープするホームレスやYouTuberってのはどうだ？楽しそうだなそれ。ちょっと考えてみる。若いうちから生活保護は考えない方が良いかもな。多少辛くてもいろいろ経験を重ねた方がいいし。40歳超えてたらもはや生活保護しかないだろうが。どの道現時点では受けられないみたいだし、ないものだと思って頑張るよ。まだホームレスなだけか、家でのサバイバルバージョンと湘南ルンペンや都市部不老者は格式が違う。そうそう。まだ1ヶ月目だし、家がないだけでいわゆる小敷って呼ばれる人ほど悲惨な生活はしてないと思うよ多分。このままだと仲間入りは間違いないが。若い時の俺就任予知って何ですか？人事の人就労先まで行く予知です。いくらもらえるんですか？新幹線代と乗り換える電車代で3万円です。それは南出てるんですか？就任先からの距離で額が割りリーズルされています。じゃあ原付きで自力で行けばそれパクってもいいんですか？え？ 500 キロも離れてるけどいいですよ。よっしゃあ、思い出すな、若かりしあの頃を。正直に言っちゃったのか。免許持ってないしニートだったから歩く体力もそんなないけど、俺もそれやってみるかな。正直に言ったよ、だってバカだったもん。国道4号を環7まで行って、そこから甲州街道で富士吉田市まで行った。その時に初めて富士山を見てでかいと思ったっけな。甲州街道から出た後は道がわからずに交番でおまわりさんに聞いた。仙台から来たと言ったら、あとちょっとだから頑張れって言われた。ガソリン代1500円だったから、によろず8500円そのままゲットした。原付きの燃費はすげえ。今週末には日雇いの給料が少ないなりに入る予定なんだぜ。昨日はコンクリートに段ボール1枚敷いて冷たいの我慢して寝たが、毛布ゲットしたからどれくらいマシになるか楽しみだ。明日は我が身だ。今まで気づかなかったが、ホームレスって結構たくさんいるし、ほんのちょっとのことで俺みたいになる可能性あるし、みんなほんと貯金はしといた方がいいよ。以上です。人生とはどうなるかわからないものですね。明日は我が身です。今回紹介したスレがいつか視聴者様のためになる時があるかもしれませんよ。最後までご視聴ありがとうございました。